はい、こんにちは、ぐっさんです。10月の下旬のカマキリ採集、ハリガネムシ採集です。今日はね、晴れてるんですけど、すごいね、寒いですね。で、早速なんですけど、この電柱、オオカマキリ、これオスかな。で、さらにね、この上、今日はあれですね、カマキリいっぱい取れる気がします。あ、目標はね、相変わらずハラビロカマキリです。で、ここにもいる。あ、なんかもう疲れちゃった感じのカマキリっすね。なんだこれ、変な虫なんだろうこれ、見たことないよ。そういえば先週末から今週のさ、頭にかけて台風来たでしょ、あの超大型の。カマキリとか大丈夫だったのかな。雨に当たってさ、お尻の穴からさ、あのハリガネムシが飛び出ちゃったみたいな、そういうことは起きないのかね、ちょっと疑問です。ちょ、なんだこれ、コビ中そっとしておきましょう。ちょ、これよく見たら3匹いるじゃん。リア充カマキリですよ。お、いました、発見できましたよいや、今日はカマキリすごいな、のっけから。今さ、あの電柱の周りを探してるんですけど、うん、オオカマキリが 1,2,3,4,5,6,7 匹か。目標のね、あのハラビロカマキリが見当たらないです。こういうの狙ってるんでしょうね、カマキリもよーし、場所移動するかな。ハリガネムシをよく見かけるポイント周辺を探したんですけど、今日はね、ハラビロカマキリすら見つからなかったですね、死骸も。お、また後でね、ここの辺を探してみます。いや、ザリガニいましたよ、ザリガニ。あれ？このザリガニ、ベイビー抱えてる。これ、めちゃくちゃちっちゃいコカマキリ。これオスかな？おっす、またオカマキリですよ。コカマキリですね。あ、こっち見てんのかい
いや、またコカマキリですよ。あ、あれ？もう一匹いる。いや、今日はコカマキリもいっぱいいるな。またコカマキリだ。今あれかな、コカマキリのシーズンなのかな。ずいぶん黒いなこいつ。オオカマキリですね。でそのサギもねいるんだよな。ほら、うん、こいつメスかな。お腹が大きいです。いや本当に今日はカマキリめちゃくちゃいますね。でも腹広カマキリが一匹も見当たらないっていうね。またオオカマキリいたっぽいんだけど、あれ、あれ、おお、卵あるじゃない、カマ玉。あ、いたいた、ここだ、ここ。あ、オオカマキリっすね。すごいな今日は。これはマムシかな。結構太いですよね。太くて短い。これ前回さ、スズメバチがいた木なんですけど、今日はいないですね。前回はちょっと運が良かったみたいです。スモールマンティス。変な虫発見しました。これ何でしょうかね。見たことない虫ですよ。これはヒバカリかな。生きてんのかな。折り返し地点の近くです。この辺ね、やっぱりカマキリあんまいないですね。バッタとかはちょびちょびいるんですけど、今日はあれですね、田園の方に行かないで、また戻ってスタート地点周辺を探してみます。